13。新作情報満載。こんな感じかな。はい、本番15秒前。新作情報。あら、これ剥がれません。それでは次回をお楽しみに。こんばんは、バイファムニュースです。現在制作中の銀河漂流バイファム13、早速最新情報をお届けしましょう。フレアバーブランド役、富永美奈私のママも知ってる。続いて、じゃん、ハズレでした。続いて、じゃん、キャラクターデザイン、芦田豊。なんと芦田さんからメッセージが届いています。どうぞ。私がお時間のようです。ではまた来週。こんばんは、バイファムニュースです。制作中の銀河漂流バイファム13、キャラクターデザインは芦田豊氏が新たに設定し直したことが判明いたしました。このことに対して芦田氏は次のように語っています。カラオケ屋に行くとさ、バイハムって入ってないんだよね。どう思う、みなさん。以上、バイハムニュースでした。こんばんは、バイハムニュースです。オリジナルバイファムの主題歌、ハローバイファムの CD シングルがワーナーミュージックジャパンから発売されていることが明らかになりました。 EP 版で発売されて以来初の CD 化ということで、一部のファンから何を今更と喜びと疑惑の声が殺到しています。そしてオリジナルバイファムのビデオは1月25日リリーススタートです。以上、バイファムニュースでした。コマーシャルみたいですね。コマーシャルか。こんばんは、バイファムニュースです。今日の特集はこちらです。プレイバックバイファム、あの頃の私。あの、富永美奈です。高校1年生です。銀河漂流バイファムでクレアバーブランド役をやらせていただいています。よろしくお願いします。いやー、ご機嫌な特集でした。ではまた次回、バイファムニュースをお楽しみに。こんばんは、バイファム情報です。制作が進むバイファム13、アフレコ現場の模様と新しくロディ役を演じる星総一郎さんからのメッセージが届きました。ロディ、バーツ、味方っていうと宇宙艦だ、のようだ。声は変わっちゃうんだけど、でも気持ちはやっぱりそのまま引き継いで、またあの自分オリジナルのロディも作っていきたいっていうのもあるんですね。以上、バイファム情報でした。バイファム情報です。当番組では音楽の渡辺俊之氏の取材に成功しました。やっぱり新しく番組スタートするわけですから、ここでまた新鮮な感じを味わっていただきたい。で、まあ、今の僕なりの、まあ、その当時のバイファムの音楽の流れを考慮した上でのまた新しい感覚、ね、このバイファムの活躍する音楽っていうんですかね。バイファム13、音楽も大河ドラマのように聞きどころいっぱいです。それでは次回も楽しみに。バイファム情報です。初代ロディの難波克弘さんが現在アメリカにお住まいとの情報が入りました。実はなんと今国際電話がつながっています。ハロー。ハロー難波くん。はい、元気？どうも元気です。なんか全然会えないよね、遠いよ。そうだよね。いや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 、ここはいきなりですね。全然そういう話は全くありませんので。そう、お揃いだどんな生活してるの？まあ毎日あの仕事を。バイファム情報です。今回はアフレコ現場レポートの第2弾をお届けします。スコット役の堀内克美さんからのメッセージです。13人を代表して
私スコット役の鳥海克実が皆様に愛と勇気をお届けしちゃいます。なんで見てね。相変わらずのノリがご確認いただけたでしょうか。それでは次回お楽しみに。バイファム情報です。バイファム13、気になるオープニングテーマ曲はあのハローバイファムのリメイクであることが関係者の証言で明らかになりました。しない旅になっても、新しいアレンジのハローバイファム、かっこいいですね。それでは次回をお楽しみに。バイファム情報です。今回はスタジオに上田マスオプロデューサーをお迎えして、バイファム13の面白さ、見どころをお伺いします。上田さん、早速ですがバイファム13の面白さを一言で言うと、それよりもですね、今日の出演を家族一同楽しみにしております。どうもありがとうございました。バイファム情報でした。